山陰海岸ジオパークは、鳥取県岩美町、鳥取市北部、兵庫県豊岡市、上町、新温泉町、京都府京丹後市にまたがる、山陰海岸国立公園とその周辺からなる、ジオパークである。山陰海岸地域にある、地質遺産を保護、保全するほか、ジオツーリズムや教育、研究への活用、地域社会への貢献等を目的としている。年に、 日本ジオパークネットワークへの2010年に世界ジオパークネットワークへの加盟が認定された。日本海形成に伴う多様な地形、地質、人々の風土と暮らしをテーマとする東西1 0 0トル以上、南北約3 0トルのジオパークである。その範囲域は、東は京都府京丹後市の京が三崎から兵庫県の田島海岸を経て、西は 鳥取県鳥取市の白兎海岸、浜村海岸、青谷に至る。また、内陸部の神奈辺高原、小城、湯村温泉、雨滝等も含まれている。日本列島が、ユーラシア大陸から分かれて、日本海が形成される過程が、約4000万年前から今日に至るまでの地質学、地形学的に貴重で多様な地質遺産から、確認できる。また、地質、地形、 気候をうまく活用した多様な生活文化が各地に息づいている。海面変動や地殻変動によって形作られたリアス海岸や砂丘地などの地形が広がる。山陰海岸、ジオパークのエリア内の景観をめぐる、総長2 3 0トル高低差3 3 2ルのロングトレールであり、日本で3番目に長いトレールと言われている。鳥取砂丘と、 グラフ海岸といった有名なスポットも含まれる。ありがとうございます。